皆さんこんにちは。オカリナ系な奏者の和田直子です。今日は今流れています実践上のアリア、和田直子オカリナ曲集のボル9に入っていますこのギターの伴奏での実践上のアリア、これをきれいに吹くコツについての動画を撮っていこうと思います。この CD ではオカリナはこのソプラノの F 管を使っています。でも楽譜は2種類入っていまして、ソプラノの F 管で吹ける楽譜、そしてトリプルオカリナやケーナで演奏できるようにインチェ、インシーって書いた楽譜と2種類入っていますので、トリプルオカリナやケーナの方はこちらのインシーの楽譜を見てください。それでは今日は3つのポイントをお伝えしたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは始めていきたいと思います。これが F 管で吹く時の楽譜です。ここに in F って書いています。この F 管で吹く場合はラーの音から始まるんですけれども、これがトリプルオカリナで演奏する場合は、本当の音、実音って言いますけれども、オカリナ F 管でラーと吹くと実際に鳴っている音はレの音になります。このレの音なので、C 管の楽器、トリプルオカリナやケーナで演奏する場合はこちらの、インチェ、インシーって書いている方の楽譜で演奏してください。はい、ではこの出だしが一番印象的ですよね。このラーの音が3小節にまたがって続いている、ここが、一番難しくもあり一番印象的なところではないでしょうか。そのラの音をただまっすぐ吹いてしまうと、ちょっと味気ない演奏になってしまいますよね。これをどうやって表情豊かに吹いていくかっていうことなんですけども、一つ目なんですけど、音を豊かにクレッシェンドしていくっていうことですね。でオカリナでクレッシェンドするのって、音程が上ずってしまうので、あからさまに、音を大きくしていくとすごく、音程が悪くなってしまいます。こういうふうにこうなってしまうと、クレッシェンドというよりもちょっと音程が気になってしまいますよね。音程を上ずらないように音を大きくしていくにはどうしたらいいかっていうと、口の中を少しずつ開けていくんですね。開けていくと音程が下がっていきます。ちょっと、同じ、できるだけ同じ息で、口の中をだんだん開けてみます。というふうに、ちょっと今音がこう下がっていったと思うんですけれども、口の中を、ちょっと開けていくと今のように音程が下がるんですね。でそれを下がったところを利用して口を開けながらだんだん息を強くしていくとクレッシェンドという奏法ができます。4拍かけてだんだん口の中を開けながら、ちょっと息を強く吹いてみたいと思います。というのを使ってちょっと2小節にかけてその最初の部分をクレッシェンドしてみたいと思います。このマイクはスマホのマイクなので、どれほど、クレッシェンドがちょっと伝わるかわからないんですけれども、ちょっとやってみます。はい、というふうに、ちょっと大きくだんだんクレッシェンドに聞こえてたらいいんですけども、実際はクレッシェンドしています。そしてあとビブラートを、かけているんですね。でビブラートっていうのは、音に命を吹き込むようなものなんですけれども、それも、最初からかけるのではなくて、後からクレッシェンド
にとともに、ビブラートをかけていくとだんだん音が大きくなっているような効果的に、使うことができます。このビブラートに関しましてはよかったら私のビブラートの練習法の動画をぜひ参考にされてみてください。そして3小節にまたがってクレッシェンドしていきたいんですけれども、その時に効果的なクレッシェンドっていうのは本当にこの持っていきたいところの最後の方でクレッシェンドするのが効果的なんですね。ですからこの場合だと、もうここはもう静かにまっすぐ吹いておいて、もうこの2小節目の3拍目くらいからだんだんクレッシェンドしていってビブラートをかけていくようなイメージで吹かれるとだんだん音が大きく豊かになっているイメージになると思います。この2段目のところのドの音はこの最初のところまでのクレッシェンドはいらないと思いますけども、やはりこの次の小節のこのドの音に向かって少し音を膨らませていくようなイメージで吹かれたらいいと思います。一つ目はそのクレッシェンドです。二つ目はテヌートです。8分音符でタラタラタラっていうフレーズが多いですよね。ここを何気なく吹いてしまうと、ではこのフレーズを使って、テヌートのことを説明していきたいと思います。ただ普通に平坦に吹いてしまうとぶっきらぼうに吹いてみましたけれども、という風になってしまいます。これをどうやって表情を豊かに吹くかというとテヌートです。この8分音符にスラーをつけているんですけども、このスラーが、なぜつけているかというと最初の音を大切に、吹いていただきたい、そして後の音はちょっと音を抜くように、吹いていただきたいという意味でスラーをつけているんですね。それを強調するためにタラタラタラというふうに吹いてみてください。それでは、テヌートをつけて吹いてみます。はい、というふうにテヌートをつけるとすごく表情が豊かになりますよね。というふうに8分音符で動いているところ、スラがついているところの最初の音を、うんとテヌートして吹いてみてください。そして裏の音を、抜くような感じで、裏の音なので、表と裏があったら裏の音は、優しく吹いてみてください。音が長いだけだとなんですけども、音を抜くように裏の音をふー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 って言った時にふーよりも後のうの方が息の量が少ないですよね。ちょっと手を当ててふーふーふーってちょっと言って、ご自分の息を確かめてみてください。そうすると息が後の方が少ないと思うんですけども、そのようにして裏の音を吹くんですね。ってすると、音が柔らかく吹くことができます。というふうに8分音符でスラーがついているところは全部そのように吹いてみてください。下から3段目のここのフレーズをちょっと吹いてみたいと思います。ここのフレーズなんですけれども、さっきの、クレッシェンドの考え方と同じですね。ここはもうまっすぐにできるだけクレッシェンドせずに静かに吹いています。そして
ここから、だんだん、大きくしてるんですけども、その大きくする、やり方も、ここのテヌートの具合をだんだん長くしてみました。そうすると、クレッシェンドにだんだん音が豊かに、クレッシェンドしているように聞こえます。オカリナという楽器は強弱を表現することができにくい楽器なので、音の長さとかタイミング、そしてビブラートなので、表情をつけて、フォルテに聞こえるように、またはピアノに聞こえるように工夫することができます。タラタ、ここは普通に吹いといて、タラタ、2番目のがちょっとテヌートを長めに、そして3回目のタラタの時はうんとテヌートをして、そうするとだんだん強調されるので、フォルテのように表現することができると思います。というふうに工夫しています。2つ目のポイントはテヌートでした。3つ目のポイントはフレーズの終わり方です。この曲の最後のところを吹いてみます。最後のところなんですけれども、こんな風になってないでしょうか。よっこいしょっていう風に音を、置かないように、ほっとしてなんか息もふわって出てしまいがちなんですけれども、大切なものを棚の上にそっと置くようなイメージで音を出してください。よくレッスンで言うんですけれども、なんか重たいものをよっこいしょって床の上に置かないように、それがどんな音かというと、これよっこいしょって置いた音なんですけども、そうではなくて、大切なものを棚の上に壊れないようにそっと置くようなイメージ。というような感じです。違いが分かりますでしょうか。最後だけではなくて、フレーズの終わりを、全部そんな風に演奏してみてください。音が下がっているとどうしてもタラタという風に音を置いてしまうんですけども、むしろ、逆でタタラタという風にこう上に、上に上げるようなイメージで音を終わらせるといいと思います。ちょっといつも意識しないと、吹けないと思いますので、ちょっといつも意識をして吹かれてみてください。他の曲でも同じなので、静かなで終わる曲の時はそういう風に吹かれるといいと思います。3つ目は、曲のフレーズの終わり方のポイントでした。1つ目はクレッシェンドのやり方でした。2つ目はテヌート、そして3つ目は、フレーズの終わり方を大切に、上にそっと上げるように音を置いてください、という3つでした。いかがでしたでしょうか。この3つのポイント、この曲以外にも活かされますので、ぜひ研究してみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。皆様がこれからも健康で楽しくオカリナが吹けますように。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。